それよりどうしてもあなたと組みたいと思った私の熱い気持ち汲み取ってほしいなーなんて。言わせちゃいます。一目惚れですよ。やはというのはまあ冗談ですけど、でもこの間のトレーナー室での一件でビビッときたのは本当です。それにこれは新人のあなたにとっても悪い話じゃないと思うんですよ。はい、何しろ私への指導楽ですよ。私トレーナーさんに熱血指導とか特別メニューとかの面倒なこと全然求めていませんから。何事も適度に適当に。それが長い人生を過ごすにあたってのせいちゃんが大事にしたい哲学なわけです。というわけで肩の力を抜いて適切にゆるるんと頑張っていきましょう。おートレーナーさん、ビッグニュースです。なんと河川敷にお魚の大群現る。この波に乗らないのは釣り名人の恥。追伸、トレーニングはお休みします。星雲スカイより。